さんこんにちは。痛みだより6月5日号です。6月4日から10日までは危険物安全週間となっています。この期間、伊丹市消防局では危険物施設の査察や危険物取扱者への指導、そして事業所などへの消防訓練指導など災害防止の呼びかけを行います。また濃度が 60% 以上の消毒用アルコールは家庭にもある身近な危険物となります。火器に近づけますと引火する危険性がありますので、取り扱いには十分気をつけてください。お問い合わせ先です。伊丹市消防局予防課です。電話番号は 072-783-0766 072-783-0766 となっています。それでは今週の痛みであり姿勢情報から始めてまいりましょう。それでは姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。地産地消という言葉ご存知でしょうか。地域で生産された農林水産物を地域で消費する取り組みのことで、食料自給率の向上をはじめ、地域活性化や環境保護への貢献など、様々な効果が期待できます。今回は伊丹市民の皆さんにも地産地消に取り組んでもらえるように、伊丹市内で生産されている農産物、そして農家さんをご紹介します。伊丹市の農業は人口密集地である都市部で農産物を育てる都市型農業です。消費地の中で農産物を育てる都市型農業のメリットは、野菜を出荷する直前に収穫するため味や栄養価を高められ新鮮なまま消費者に届けられることです。さらに伊丹市内にはスマイル阪神などの農産物直売所があり、生産者と消費者の距離が近く、安全で安心な農産物を手に入れられる環境も整っています。今回は伊丹市民の皆さんに美味しいものを食べてもらいたいという熱い気持ちを持った伊丹市内の農家さんにお話を伺いします。最初に伺ったのは東野にある生産農家坂上さんの畑です。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今何の作業をしてるんですか。あ、今日はね、はい、さつまいもの苗の植え付けをしてるんです。さつまいもの苗なんですか。はい、これ苗なんです。はい、さつまいもを切って植えるとかみんなよく間違えるんですけど、じゃがいもと違って、うん、さつまいもはこのさつまいもから出た苗を切って、それを畑に植えて、このね、切ったここから根っこが出てきて、その根っこが太ってさつまいもになるんです。一度やってみますか。はい、はい、どうぞ。はい、こうやって、葉の先を苗の一番端っこにで斜めにこのままグッとグッと入れてください。これで OK、 OK、はい、この苗の刺す角度とかも関係があるんですか。そうなんですよ。例えばまっすぐ刺すと、はい、大きなお芋が3つか4つぐらいできます。結構こんな大きなお芋ができます。それで少し斜めにすると M サイズとか食べやすいサイズ、それが結構できるんですね。でこう斜めに刺してあげる。そうです。じゃああとはこれにあと水をやればそれで完成です。どんどん育てていって、はい、今はふにゃふにゃですけど水やりを、3日ほどすると結構これがと起きて、まあ、あとはそのまま置いておいたら美味しいお芋を作ってくれます。ではさつまいもについて詳しくお話を伺いします。坂上さん、はい、なぜさつまいもを作っていらっしゃるんですか。はい、もともと僕たちは植木を昔から作っていまして、でワシントンの桜とかあと梅とか南京桃っていうのを作っていました。それが梅林門病っていうねウイルスがやってきまして、でまあ一応植木は作れなくなりまして、その後何を作ろうかと思った時にこの地域の土地って
あまり野菜とか作るのに向いてない痩せた土地なんですよ。それで痩せた土地をうまく生かして何が作れるのかというと、さつまいもとか豆類だったんですね。でさつまいもは昔から植木の裏作で作ってましてね、で、まあ、作り慣れてるのもありまして、それで、まあ、さつまいももいろんな種類があることがね分かったんで、それでいろいろチャレンジしてみようっていうことで作るようになりました。さつまいもをどのような思いで作ってらっしゃるんですか？今さつまいも掘り園をやっていまして、いつもさつまいもを植えるときに思うのは、掘りに来てくれた人がすごく喜んでくれる顔、それを想像しながら、今日本当やったらテーマパークとか遊園地行く予定やってんけど今掘り来てよかったって思ってもらえるように、そう思いながら作っています。さつまいも掘り園とは伊丹市が進める観光農園の一つで、市民が畑で農作業を体験する観光農園などを開いて、地域で収穫の楽しさを知ってもらおうという取り組みです。毎年10月頃になると、東の地区の農家さんで作られる東の農会と伊丹市が共同してさつまいも掘り園を開園し、市民がさつまいも掘りを楽しむ機会を作っています。さつまいも掘り園以外でも活動されていることってあるんですか？はい、僕は今兵庫県の環境体験授業っていうので、伊丹市立荻野小学校さんの方でね、1年を通してさつまいも苗を植えて最後収穫して、みんなで焼き芋パーティーをするっていうのをやらせていただいています。子どもたちもねすごく喜んでくれて、あの時食べたお芋が一生で一番美味しかったってそんなこと言ってくれたり、3年生の子どもがやるんですけども、その子たちが6年生になった時にさつまいもを PR したいって言って、僕にね PR 冊子をたくさん渡してくれたんですよ。それをスマイル阪神に出荷する時にこの PR 冊子入れて出荷してくださいって言われて、もう僕ら涙出るぐらい嬉しくてね、まあ、そんなね素直ないい子どもたちが育ってくれて、僕たちもすごくちょっとはねなんか学校に協力できたかなって思えて、まあ、すごく幸せな気分でさせていただいています。私も前回坂上さんが作ったさつまいも収穫体験させていただいて、はい、その後焼き芋にして食べさせていただきましたが、ものすごい甘くて美味しかったです。今年の秋の収穫体験も楽しみにしています、はい、立派なさつまいも育ててください。僕も楽しみに準備してますので、ぜひ皆さんでお越しください。続いてお邪魔したのは寺本で蜂蜜作りをしているテラゲンファームさんです。伊丹市内で蜂蜜の生産に取り組まれています。テラゲンファーム北田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。蜂蜜を作っていらっしゃるということですが、どんな蜂蜜を作っていらっしゃるんですか？伊丹市内の花々から集まった蜂蜜を作っています。山々で採った蜂蜜とは違って、都会なのでやっぱりその花が違ってきますので、味や風味が違うのが特徴です、はい、その時期によって咲く花って違いますよね、はい、じゃあその蜂蜜の味っていうのも多少なり変わってくるんですか？味はもう取れる時期によって全然変わってきます。もう1週間ぐらいで風味が変わってくるのが面白いところかなと思います。巣箱の中はどうなってるんですか？一箱ごとに一匹の女王蜂で、少しのオス蜂で、たくさんの働き蜂っていうので成り立っていて、働き蜂が主に蜜を取ったりいろいろ仕事をする役割を担っています。この巣箱からだいたい 2,3 キロ飛ぶと言われてますので、その半径 2,3 キロにある花で蜂蜜を集めてくるっていうことですね。そんな北田さんの蜂蜜をいただきます。結構サラッとしてるんですね。そうですね、はい、うちのはそんな感じです、はい、ではいただきます。本当優しい甘みですね、はいはい、なんか自然の恵みいっぱいで本当に美味しいですね。ありがとうございます。これいつ採れたものなんですか？これは3日前に採れたばっかりの採れたての蜂蜜です。
時間を置くと味は変わってしまうものなんですか？蜂蜜は腐らないので、いつまででも楽しめるんですが、何年も置くとまたコクが出てきて、あの独特の香りになって美味しいというのもあります。すごく優しい甘みですし、毎日食べたいですけれども、時間を置いてもさらに美味しくなるんですね。そうですね、はい。蜂蜜以外にも作っていらっしゃるんですよね？はい、野菜や果物などたくさん作っております。夏の間でしたらスイートコーンや落花生、あと秋になるとさつまいもなども育っています。他にも、果物でしたらライチなどちょっと変わった植物も育てたりします。いろんな農作物を作っていらっしゃるんですね。そうですね、うちは多品目でいろいろ作ろうとしています。伊丹で農業をしていてよかったなって思うことってありますか？うちでは収穫体験などもやっておりますので、あの近くからあのたくさんお越しになって楽しんでいただけるというのが、あの面白いなというふうに感じています。伊丹市内で農業をされているということで、市民の方も参加しやすいですね。そうですね、あの歩いて来られたりとか、あの自転車で来られたりとか、あの気軽に来ていただけるのがいいところかなと思います。これからも養蜂や農業で伊丹の町を盛り上げていってください。北田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介しました坂上さん、北田さんのさつまいもや蜂蜜をはじめ、伊丹市や近隣で生産された農産物は伊丹市公設市場内にあるスマイル阪神で購入できます。スマイル阪神では旬の野菜や伊丹の特産など栄養があって新鮮な農産物が毎日たくさん並んでいます。さまざまな野菜のレシピも紹介されているので、調理方法がわからない場合も安心です。ぜひスマイル阪神でいろんな野菜を購入し、皆さんも地産地消を進めてください。今回は伊丹市で農業養蜂に取り組んでいらっしゃるお二人をご紹介しましたが、お二人とも本当に熱い思いを持って作ってらっしゃる姿が印象的でした。最後にご紹介をいたしましたスマイル阪神ですが、これからはトマトなど夏野菜の季節になります。季節によってさまざまな顔を見せるスマイル阪神の農産物をお楽しみください。市政情報担当は藤井さんでした。ありがとうございました。